はい、こんにちは。えー、池田です。えー、今日はですね、え、シルバーパーツ、今熱いシルバーパーツというのをご紹介いたします。これは、あの、僕がいろこう、新しいカスタムで、えー、パーツを探していく中で、まあ、シルバー色っていう、えー、ものに特化してですね、で、現行品で、今、発売されているもの、あの、クラシックなこう古いパーツじゃなくて、今、え、発売されているものと、売ってるもの。 で、えー、調べていった結果、これかっこいいなって思ったものを厳選したというのが今回の動画になります。えー、かなりですね、マニアックなものもあるんじゃないかなと、どうなんですかね、<laughs> 思うんですけれども、えー、いくつかですね、ご紹介いたします。まい、あ、大体、今回は5個ぐらい、えピックアップしましたので、ぜ、え、ひ、ー、見ていってください。では、えー、ご紹介いたします。行ってみます。 はい、えー、最初がですね最初のシルバーパートの一つがこれですね、えー、ここパセンティのブルベリム650ビーという、えー、リムなんですけれども これがですね、えー、かなり僕の中では熱い、えー、シルバーパーツになるんですけども、これがなぜ熱いのかというと、実はこれこクラシックなボックスタイプの形をしてるんですけれども、断面がですね、こういうやつですね。で、内幅19ミ、mm、リ、外幅23ミ、mm、リで、縦が15ミ、mm、リっていうですね、かなりあの、低いローハイトのリムでポリッシュ仕上げと。またこの、 カピカにこう磨き上げられたこの、えー、見た目がですね、最高にもうかっこいいんですよね。こういうなんとかこの四角のデカールとかですね。で、650B サイズというやつなんですが、仕様が 650B クリンチャー、あのチューブありでもいけて、ここが結構ポイントになるかなと。この重量ですね、重量 435g っていうのがめちゃめちゃあのー、このタイプ。 この見た目のやつだと軽い方になると思います。あのー、ベッドですね、他のやつも見てみたんですけども、だいたい 500g 後半から 600g 前後が多いんですけども、このパセンティのこのポリッシュのリムがなかなか軽くてですね。で、なおかつこれ、えぇ、ー、チューブレスレディですね、チューブレスレディオ なんですよねこれがあのクラシックな見た目でありつつのこれクラシックな見た目でありつつモダンな企画に対応してるっていうのがなかなか素晴らしいなというところですねはいで他にもこれ 700C モデルもあったりですね、えー、するんでかなりいい パーツになななるんじゃいいかなと思いますこのブルベリムですね。一番最近、えー、興味をそそられているリムになります。で、えー、と28、38 3、32、36と展開があるので、ここもですね、いろいろ選択ができていいなと思ってます。これが、えー、リムですね。シルバーのリムです。はい、えー、次がブレーキなんですけれども、これです。ホープの R X4 プラスキャリパーというブレーキなんですけれども、これのですね、シルバー。これがむちゃむちゃかっこええなと思ってですね、あの、すごい僕の中で熱い、えー、ブレーキ、シルバー色のパーツというところで、でこれ何なのかというとあの、油圧ディスクブレーキの えー、ブレーキキャリパーなんですけども規格が、えー、インターナショナルタイプとフラットマウントタイプどっちもあるんですねこれインターナショナルタイプでフラットマウントタイプになるとこういうこういう感じで結構気になってるポイントがまあこの削り出しの見た目もそうなんですけどこうフォーポットなんですね、あのー、押し出すところが4つ前後左右合わせて4つあってどうやら、あのー、4つあることで 押し出すパワーを、えー、ブレーキタッチをスマートに効かせることができるというのが書いてあってですね。通常、こう、フォーポットのタイプって、すごいストッピングパワーがいる、マウンテンバイクとか、まあ、ダウンヒルとかですね、そういうのに多いんですけども、ロードタイプで採用してるっていうのが、まずすごい興味深いなというところです。 で、140、160、180と、ローターいろいろ対応しているというのと、で、他にもですね、シルバー以外にも、こう、カラーがラインナップされてて、もう、あのー、最高ですよね。まあ、シルバーパーツとして全部、こう、ラインナップあるんですけども、その中でも、他の色もあると。で、対応しているブレーキレバー、油圧ブレーキレバーがですね、シマの、デュラエース、アルテグラ105、で、RS、 685GRX と。まあ、全部いけると。で、カンパニオーロもスーレ,レコードなどなど全部いける。で、スラムも実は対応している。レッドフォースライバルエイペクスという感じで、かなりですね、油圧ディスク、まあ、モダンな油圧ディスクというものに対して、こう、シルバー色を展開してきてくれているというのがですね、非常に熱いところですね。これ今すぐにでもあの、 あの手に入れたいくらい。悩ましいな本当に悩ましいんですけども。削り出しのえーパーツというところですね。なかなかいいんじゃないかなとえ今思っているところです。はい。これがブレーキですね。はい。次がですね。ミドルバーンというクランクセットになります。これはあの RO2 というロードタイプ。 にえー、対応したもものになるんですけどもこういう細身のですね、すごいかっこいい感じの、こういう、こういうぐい、見れるかな。これ細身で、ちょっとこう、丸みを帯びているんですね。これが、あの、なかなかいいんじゃないかなと思っているところです。で、ミドルバーンって、こう、掘っていると。で、これ実はですね、僕、ジョーンズバイクに今つけててですね、 実際に使ってるんですけども、これの,あのマウンテンバイクタイプですね。で、非常に、えー、かっこいいんで、ロードタイプも欲しいなと思って、えー、るというところです。で、ポイントがですね、このスピンドル、あの軸の部分が、えー、BB の規格がですね、シマノのサイズ 24mm に対応しているので、クリス・キングとかですね、あの一般的なオーバー、えー、ホローテックタイプ、外にベアリングがつくというタイプにも対応すると。 いうものですね。分解しているとこういう感じですけども。で、チェーンリングが、えー、結構ですね、種類がたくさんあると。で、スクエアテーパー、まあ、こういう、これブラックカラーですけど、こういうのも展開されていると。で、チェーンリングがですね、こういう感じ。あの、よくあるタイプの4ボルト、5ボルトで止めれるようになっていると。 いうのとこれあのミドルバーンのチェーンリングなんですけどスパイダーえー、これかスパイダーもたくさんラインナップされててこれをクランクにこう取り付けるといろんな規格のチェーンリングがこう使えるようになるとこれなんかトリプルじゃあダブルかダブルのチェーンリングもいけるとでこのスパイダー自身も、えー、シルバー色があるという感じですね という感じです。で、他にもですね、確かどっかに、チェーンリングやったかなあの、直付けできるタイプもあるんですよ。このミドルバーンのクランクにですね。で、あのー、このミドルバーンのホームページをですね、探したんですけども、あんまりなくて、あれ、どこ行ったやろうなと思ったんですけど、まあ、検索したところ、この b t TD とというところが出てきてきですねここやったら結構乗ってたんで、まあ、かめたらここなのかなどうなのかなって、えー、思ってるところです。かなりかっこいいシルバーパーツのミドルバーンですね。これもなかなかいいかなと思ってます。熱いやつですね。はい、次が、えー、ルネ・エルスですね。ここのですね、クランク、またクランクなんですけれども、これがなかなか熱いクランクが 揃っててですね。こっちはあの、スクエアテーパーの、えー、細身のクランクなんですけれども、これいいなと思うのがですね。まあ、これフロントシングル用。んで、どこやったかなこれトリプルとかですね。えっ、ー、とですね。これか。これがなかなか熱いんですよ。 何が熱いかというとこれ5から9速対応というですねい,のいつも使ってるのが8速の,あのクランクを今チェーンリングの数え変速の数を使ってるんですけどそれにぴったり対応するえクランクセットチェーンリングセットって探したらですねまあまあないんですよでシルバー系でしかもかっこいいのって言ったら ここかなと思ってですね、ルネールスのダブルクランクですね、これもしびれるかっこよさですね。ボトムブラケットが110から113。で、長さもですね、絶妙なこの171、177っていうのがなかなかいいですよね。これがあの現行品でも出てまして、こういう感じ。この、 現物はですね、まだ見たことないんですけども、かなり磨き上げられとって、これも刻印なのかな非常に素晴らしい、えー、ビューティフルな感じのクランクセットですね。で、こっちは、9から12足のダブルクランクがこう使えるようになっててですね、もう現代の企画にもマッチングするという、 やつでこのチェーンリングの数も、えっ、ー、と、ここ、この見本で見る限り、46の30とかですね、もう絶妙な、あの、最高のこの数やなというのがですね、あって、仕様がいろいろ書いてますけども、これ、いいな、ここ、熱いなって、えー、感じてるところですね。これもクランクセットになります。最高ですね。 はい。では、これ、5つ目。最後が、グロータックというメーカーの、イコールブレーキですね。この、えー、これ、機械式ディスクブレーキキャリパーで、で、こう、ワイヤーで弾けるタイプなんですけれども、これ、あの、日本の、えー、メーカーで、下を見ていくとですね、こう、カラフルなラインナップが、こう、わっと揃ってるんですね。で、この機械式で、しかも、あの、国産で、 これだけ揃ってるっていうのはあんまり見たことがなくて、で、フラットマウントもあるし、あの、ポストマウント、えっと、インターナショナルタイプもあるし、かなり親切で、で、実際に、あの、これはですね、付けたことがあるんですけど、すごい効きも良くて、こう、握れば握るほど素直にこう、ぎゅーっと効いていくような、そういうタッチ感やったんですね。で、あの、実際に取り付けるとですね、こっちの、 ここ,ここがですね、だいぶブレ,ブレーキがこう内側にある部分こう、ツーリングバイクだとこうキャリアとかですね、パニアをつけた時にブレーキ本体が当たりにくいので、そういう面でもいい形をしてるなと。で、ここの今のラインナップには、えっ、ー、と、これあの、ゴールド、レッド、ブルー、グレーなんですね、これ。 で、ピンクというこの5色展開やったんですけど僕この前ですねこのインスタグラムのこっちこれこれを見てしまってですねブラックとあのシルバーの、えー サンプルって言うんですかねあ。サンプルって書いてますね。サンプルが、なんか、写真がインスタグラムに上がっててですね、これめちゃかっこいいやんと思って、あの、発売は未定なのですが、キャリパーの形にするのが楽しみですとこうコメントで書いてあるんですけど、これはちょっと楽しみやなと思ってですね、これ出てくるとやばいですね。あの、物欲に負けてしまいそうですね。 はい、という感じで、えー、このグロータックの、えー、イコールブレーキですねあの左右のこのパッドの調整もすごいあの実際に組み付けた時しやすかったですしで専用のですねケーブルも一緒にあったりとなかなかあの面白いこの油圧が前線になってきているところでこう機械式を 再復活させられるんじゃないかなっていうぐらいの、えー、ブレーキ、これ結構あの注目ですね、僕の中でもかなり熱いタイプになります。と、はいえー、ういうことで、えー、いくつか、えー、シルバーの色のです、ねえー、パーツをご紹介いたしました。 えー、新しくこう一台組もうっていう時に、まあ黒だけじゃなくてですね、シルバーのこういったものを組み合わせていくと、もっとこうカスタムの幅が広がるんじゃないかなと思います。で、ブラックとこうシルバー以外のあのゴールドとかですね、グリーン、ピンク、もういろんな色がパーツとして出てるんですけども、そういうものもワンポイントとしてやっていく。 入れていいなと思っているところです。はい。ということで、今回はシルバーパーツのですね、僕の中でかなり熱い、熱いシルバーパーツをですね、ご紹介いたしました。どうもご視聴ありがとうございました。